いやー、6月7月の大人の着こなしを考えるのって意外と難しいんだよな。一応梅雨時期だから雨降るとちょっと肌寒い感じがするし、かといって晴れると結構暑くてムシムシするから長袖じゃちょっと暑すぎるんだよな。日によって天気によって全然着こなしが変わるからこの時期の着こなしって難しいんだよな。6月7月に40代とか50代の大人世代が似合うようなベーシックな着こなしが知りたいんだけども、誰かわかりやすく教えてくれないかなと思っている皆さん。 さんこんにちはススターリストの山俊です今回の動画なんですが、40代、50代に似合う、6月、7月コーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ冒頭にもお伝えした通り、この季節って服選ぶのが難しいんですよね。晴れると結構暑いので、半袖の T シャツ1枚でも全然 OK かなと思うんですね。まあそのあたりは夏の着こなしに近いかなと思います。一方で雨降ると、初夏よりも肌寒くなったりするので、ちょっと重ね着をする必要が出てくるかなと思うんですね。そういった意味では、いくつかの コーディネートのバリエーションを持っておいた方がこの時期はいいんじゃないのかなと思いますただ YouTube の中では20代だとか30代の方に向けた情報は結構多いんですが40代だとか50代の方に向けた情報があまり多くはないのでまそのあたりについて今回の動画ではしっかりめにですねコーディネートをお見せしながら解説をしていきたいなと思っています僕のチャンネルらしいですねベーシックで再現性の高いような着こなしをご紹介しているんですがまあ,あくまで現代のベーシックということでサイズ感もほんのり今っぽかったりだとかあとは 色使いですねそのあたりもただのベーシックではなくて少しだけおしゃれに見えるような工夫も取り入れていますのでよかったら皆さんのですね今後の着こなしの一つの参考にしていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に40代、50代の大人世代に似合うような、6月から7月にかけて使えるコーデをですね、皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目は、かなり定番的な着こなしから、皆さんにご紹介したいなと思います。まあ、全体を見ていただくと、メインとなるのは、こちらのオープンカラーシャツですね。こちらを使って、あとはボトムスはブラック系で引き締めたような、シンプルなスタイリングなんですが、まあ、その中でも、いくつかですね、ポイントがあるので、皆さんにご紹介をしていきたいなと まあこの梅雨時期だとか夏にですね、すごく活躍してくれるのがこのようなオープンカラーシャツなんですね。半袖ですごく快適というところと、襟元ですね、ちょっと襟が大きくて解禁になっていてですね、第一ボタンを閉めない形でちょっと開放感あるような着こなしが簡単に作れるですね、オープンカラーシャツというのはもうここ数年の定番的なアイテムかなと思います。もう様々なショップでやっていて、ユニクロ GU 無重視良品でもやっていますし、もうちょっと価格帯を上げたようなセレクトショップだとか、 スティックブランドでもやってるような、もう本当にですね、あらゆるショップで展開しているようなオープンカラーシャツなんですが、まあ、今回はですね、ただのオープンカラーシャツじゃちょっとこう面白くはないので、色にですね、注目してこちらを選んでみました。これ昨日買ったばっかりのアイテムなんですね。アーバンリサーチドアーズで購入してきました。ポリエステルとリネンがですね、ミックスされた素材のですね、オープンカラーシャツなんですね。これ非常に仕上がりがいいんですが、まずはこうベースのデザインというよりは、なんといってもこの色を見ていただきたいんですね。 このような綺麗な色って結構着てると女性から褒められることが多いんですが結構ですね異性の方にも評判のいいようなそんな色合いかなと思っていますそうなると結構男性視点で見ると甘すぎてなんか魅力的に感じないなという色合いもあったりするんですが男性が見ても甘すぎないようなカラーなのでこれはですね男女ともにすごく好印象な綺麗な色に仕上がってるかなと思いますまあこれをメインにしながら下にはですね白 T ですねこれを覗かせてあげるのはもう大鉄則かなと思います、まあこの 白がががくくかかかなななないいいででででで明るるるさが変わっっっててんんすね最近ではここのの着着素肌の上に着るよううしがちょととトレンド感あ思まぁ、あ、10代とか20代の若い世代がよくやっているんですが、僕ら世代でやるとですね、失敗すると清潔感が漂わないのと、変な色気が出てしまって、バランスが良くなかったりするので、まあ、これは人によるかなとは思うんですが、個人的には白 T を入れるぐらいがですね、バランスがいいかなと思っています。で、ボトムスに関してはですね、もう鉄板のグリーンレーベルのですね、 オルマイージーパンツを今回は合わせています。まあ、シルエット見ていただくと、今回は40代、50代向けのですね、着こなしということで、あまり太いものを選ばなかったんですね。オルマイージーパンツというのは、やっぱりシルエットが秀逸なんですね。まあ、もも周りだとか、この辺りには適度にゆとりがあるんですが、膝から下テーパードがかかっていて、すごく綺麗めに見えるんですね。バチバチに細いイージーパンツというのも、ちょっと気分じゃないけども、かといってワイド感が強すぎるのも、なんか大人っぽく見えないなという時に、やっぱりオルマイージー パンツははは足綺麗にに見えるしななななおかかつ細すすすぎいいいいというとととううころでは大人世代にはバチッとはまりやすいようなボトムスかなと思っています色はブラックを選んでるんですが、それなぜかというと、上半身にアクセントカラーですね。ちょっと綺麗な色を持ってきてるので、それ以外の要素というのは、あんまりごちゃごちゃさせない方がまとまりがいいんですね。なので今回はブラックを選んでいますが、あとはグレー系とかで合わせてもらっても全く問題はないかなと思います。で、足元に関してはですね、今回はグルカサンダルですね。こちらを合わせてみ 見ましたこれはは私物のものなのもななででちょっっと今売ていんすがまあ、大人の着こなしということで、こういった綺麗めなスタイルに対するですね、サンダルというのも、スポーティーなですね、ものではなくて、ちょっとこう、小綺麗なレザー系サンダルの方が相性がいいかなということで、今回はこちらを合わせています。もちろんですね、レザーサンダルだけではなくて、まあ、こちらのような白系のレザースリーカーですね。今、ジャーマントレーナー持ってきてますけども、こちらに履き替えても、 全く問題はありませんのでちょっと履いていますねまあ、ちょっと素足に履いてしまっていますがまあ、本当だったら靴下をぜひ履いていただきたいんですけども、まあ、このような形で白のレザースニーカーを合わせてもらっても首元のホワイトとリンクするのですごくバランスよくはまってくるかなと思うのでこのあたりはお好みで選んでいただきたいなと思いますまあ、梅雨で雨は降らないしかといってめちゃくちゃ晴れているわけではないという時を想定するとまあ、これぐらいの着こなしがいいんじゃないのかなと思いますまあ、雨さえ降らなければグルカサンダルで合わせ ていただいてもですねおしゃれ感でい,いのでいいと思いますしまあ、雨が降りそうの場合は防水スプレー振ってもらってのレザースニーカーとかを履いていただければそのあたりはですね安心かなと思うのでぜひ皆さんもですねこちらのようなちょっと綺麗な色を使った定番のオープンカラーシャツコーデ楽しんでみていただければなと思っています はい、続いて二つ目の着こなしなんですが、今度はですね、先ほどはオープンカラーシャツということで、重ね着をしました。ちょっとこう、曇りから雨降りそうな時には重ね着がいいかなと思うんですが、梅雨時期でも結構晴れた時には T シャツのスタイリングが使いやすいかなと思うんですね。今回メインにしているのはこちらの T シャツですね。まあメインとなるような T シャツというのは、白 T1 枚でもいいんですけども、結構地味に見えてしまうんですよね。なので、1枚でも着映えするような、ちょっと綺麗な色 40代50代代代のの大人世代は使っってていいいいいただくとといいんじゃないのかなか思っています今着てるのはですね、これも同じく昨日ですね、アーバンーリサーチドアーズで購入してきたものなんですが、まあ、無地の T シャツなんですけども、素材的には少しだけ厚みがあるんですね。体のラインを拾わないぐらいの適度な厚み感があった方が、僕たち大人世代にはありがたいんですよね。薄手になればなるほど下着感が出てしまうので、まあ、一定の厚みがあった方がいいかなと思うんですが、ちょうどいいですね、厚みがあって、これはバランスがいいなと思います。 で、サイズはですね、身長1 6 4センチ5 3キロの僕で、M を着てるんですが、まあ、袖丈も長すぎないぐらいですね、ちょうどいいバランスですし、身幅もほんのりゆとりがあって、着丈はそんなに長すぎないというところですごくバランスがいいんですが、まあなんといっても色ですね、これまた注目していただきたいポイントなんですね。サージという表記になっているんですが、色で言うと、ちょっとグレーとグリーンを混ぜたような曖昧なカラーになってるんですね。これも先ほどのブルーと同じように、結構 アーバンディサーチドワーズらしいような曖昧なところをついていまして綺麗な色ではあるんだけども甘すぎないというところですごく大人世代には合わせやすいカラーなのかなと思っています綺麗にも見えるし意外とですね合わせもしやすいのでこの色を今回は選んでみました、まあ、無地なんだけどもちゃんとこうポケットがついているので退屈になりすぎないというところも含めて工夫が溢れた1枚なのですごくですねバランスの1枚かなと思います、まあ、それに対してボトムスはですねシンプルにブラック系を合わせると思いきや実は ではですね、よーく見るとこれですね、ストライプ柄が入ってるものなんですね。これちょっと今回私物のものを持ってきたんですが、まあシンプルなブラックのイージーパンツでも全く問題ないんですけども、割とですね、T シャツのスタイルって地味になりがちなので、今回はちょっとしたアクセントをですね、ボトムスのストライプ柄で取り入れてみました。まあ同じものはですね、ちょっと今売ってないんですが、グローバルワークとかでもですね、結構こういったストライプ柄のパンツって言ってるので、まあそういったもので置き換えてもらってもいいかなと思います。意外と縦長感が出ますし、 足長効果もあったりするのでストライプのパンツは僕は大好きなのでまぜ、あ、ひ良かった皆さんもですねこういったものを着こなしに取り入れていただくのもいいんじゃないのかなと思いますで、足元なんですが今回もサンダルを取り入れてみました先ほどのグルカサンダルでも全く問題ないんですがまあ、せっかくなのでバリエーションをお見せしたいので今回はですね、ビルケンシュトックのチュリヒというモデルをですね履いてみましたまあ、レザー系のサンダルで素材はスエード使っていて大人っぽい雰囲気なのでまあ、これもまたですね、T シャツのスタイルなんかにも合わせて せやすいいいんじゃななのかなと思います綺麗めすぎずカジュアルすぎないようなバランスがビルケンシュトックの一つの立ち位置かなと思ってますので T シャツのようなスタイルにもハマりますし先ほどのオープンカラーシャツなんかでも相性がいいので修理費はねすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますあとは T シャツのスタイリングなのでどうしてもですね着用点数が限られてしまうんですね T シャツボトムス以上という感じであまり重ね着ができないので、まあ、時計だとか番グだとかちょっとした小物ですねあとはメガネを今回取り入れることで ちょっっとししたたでですすすねね顔前のアクセンントなななんかも取り入れががら全体が退屈すぎないようにです、ね、バランスを取ってみましたこの着こなしは一つの参考として、まあ、T シャツをちょっと綺麗な色にしてみるっていうのは、すごくですね、使いやすいアプローチかなと思うんですね。まあ、今回はサージというですね、グリーン系の色を使っていますが、ブルー系の色合いもすごくいいんですね。そういったもので合わせてもらうのもいいと思います。真っ黒だとか真っ白みたいな T シャツもいいんですが、40代、50代の大人世代であれば、少し綺麗な色の T シャツを使うことで、T シャツ1枚でも地味に見えすぎる 過ぎなないようなバランスをとっていただくとすごく似合いやすいかなと思うので是非トライしていただきたいなと思っています。 はい、ついてラスト3点目の着こなしなんですが、今回はですね、ニットポロを使った着こなしを組んでみました。やっぱりですね、このアイテムは大人世代にはめちゃくちゃ使えるアイテムだなというのをですね、改めて実感をしています。まあ、今回着てるのは今季のビューティーユースをですね、ニットポロなんですが、もう結構在庫がないかなと思うので、まあ、ちょっと似たようなものをですね、概要欄にリンク貼っておきたいなと思います。まあ、ニット素材ということで、大人っぽい上品さがありますので、すごく使いやすいんですが、ちょっと真夏にはさすがに暑いんで、 ですね。なので、梅雨時期ぐらいまでですね、着るのが結構使いやすいかなと思うんですね。まあ、どうしてもこのようなニットポロを着る際には、下にですね、これまた首元、素肌のように着るみたいなスタイリングもあるんですが、ちょっと40代、50代の大人世代だと、清潔感出ない可能性があるので、まあ、T シャツをかますかなと思うんですね。そうなると、一応2枚トップス重ねているので、真夏は暑いかなと思うので、まあ、まさにですね、6月、7月ぐらいが使いやすいんじゃないのかなと思います。で、下に着ているのは、ボーダーのカットソーですね。 ま最近僕の動画の中ではよく使ってるようなアイテムなのでこれまた非常に使いやすいかなと思います。まあニットポロ自体が結構真面目さがあるので少しだけ首元でカジュアルさを出してあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあマイクロボーダーで結構細かい柄だとですね大人っぽく着ることができるので40代50代の方にも似合いやすいボーダーかなと思います。で、ボトムスなんですが正直ですね白にしようか迷ったんですねホワイトでパキッとしていただければより明るさが出るのでこれも鉄板かな なと思いますただ、まあ、より多くの大人世代に似合いやすいというところで言うと、まあ、ミディアムグレーぐらいのものですね。ブラックのニットポロに対して、ミディアムグレーのこのようなパンツで、モノトーンで合わせていただければ、まず外すことがないので、まあ、こういったスタイリングで今回組んでみました。こちらは確か今季のグリーンレベルのプレイパンツだったかなと思うんですが、まあ、風の通り抜けもしますし、まあ、ほんのりゆとりがあるんですが、太すぎないようなバランスなので、これだと、ニットポロの真面目さと合わせていただいた時にちょっときに、 ススカも出るののででななななかかかバランスがいいいいんじゃないのかなと思いますす足元に関しては白レザースニーカーニね結構真面目に見えがちなコーディネートではあるのでこういったちょっとボーダーのカットソーだとかあと足元のスニーカーで少しカジュアルさをミックスしてあげるとバランスが取りやすいのかなと思いますまたは足元もうちょっとですね軽快にしたければグルカサンダルですねレザー系のサンダルにしてあげてもいいかなと思うのでこのあたりは皆さんのお好みでカスタマイズしていただきたいなと思いますちなみにグルカサンダル合わせて まますすすねね履いいてみるるとこんな感じでで足元が変変わわだだけもぶりますよ、ね、結構ですね、白レザースニーカーだとベーシックな大人スタイルという感じなんですが、こういったグルカサンダルみたいなものを合わせると、ややトレンド感というところが漂うので、まあ見栄えがだいぶ変わってくるかなと思うので、まぜ、あ、ひ皆さんにも試していただきたいなと思っています。あとはボトムスですね。先ほどもお伝えしましたが、ホワイト系のパンツにしてあげることで、まあグッと明るさが出るので、まあ大人世代であればそれぐらい振ってしまうのも個人的にはいいかなと思うので、 そのあたりはお好みに応じて使い分けていただければなと思うので、ぜひこの通じきこそニットポロというのはめちゃくちゃハマりのいいアイテムなので、皆さんも使ってみていただければなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では40代、50代の大人世代に似合う6月、7月コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、どの着こなしにおいてもベースにあるのは結構ですね、定番的でベーシックなスタイルだったかなと思います。T シャツを使ったりだとか、あとはオープンカラーシャツを使ったりだとか、まあ、ニットポロも使った着こなしということで、普段から皆さんにとっては見慣れたようなですね、着こなしかなと思うんですが、その中にもちょっと綺麗な色を使うというところが今回の動画の一つの ですね共通点だったかなと思うんですねまあ、40代50代の大人世代になるとモノトーンの着こなしとかもすごくかっこよくてそれはそれでいいんですがその中にもちょっとした綺麗な色を入れることで着こなしが華やかになったりだとかかえってですね年齢との兼ね合いで嫌味なくバランスよくはまったりするのでまぜひ皆さんもですね気恥ずかしくない程度の綺麗な色を使いながら6月7月のコーデをですね楽しんでいただきたいなと思っていますまあ、僕自身も結構ですねモノトーンの着こなしが好きだったりするんですが40代を迎えて だからちょっと綺麗な色とかにもですね。トライをするようになって、その楽しさというところもですね。少しずつ理解できるようになったんですね。ま是、あ、非皆さんもですね。馴染みの色だけではなくて、今回ご紹介したような色にもですね。トライをしながら着こなしの幅だとか、価値観の幅を広げながら6月、7月コーデをですね。存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えすることができないような。セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはちょっと。 専門ブランンンドにに関しまししししまままててては僕は僕もう一つ運営してますす YouTube ののメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っています。皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形で、ワイワイ楽しくですね、やっていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画をチェックする時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらは動画じゃないんですね。文章 と写真ベースの呼び物になっていましておすすめのアイテムですとか僕自身が実際に買ったものなんかをですね毎日投稿をしています僕自身もほぼ毎日記事を書いてますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので気になる方はですねこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの小山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに